子どもたちがですね、放射能汚染によって運動不足になっているっていうことが、放送されてまして、それを2人でコンサート行くときに、見たんですね。それで自分たちにできることは何かないかなと考えまして、彼女が考案した体操とで、癒しの歌、それを届けたいな。子どもたちの運動不足と親御さん保護者の方々の、ストレスをですね、少しでも緩和したいなと思って、お話をしたところですね、とても喜んでいただきまして、それから、続けて、3つの幼稚園行くことができたんです。今日ここでコンサートをしてるんですけども、実はこれはですね、郡山の方で応援してくださる、方がいらっしゃいまして、その方のご尽力で、今日のコンサートが、実現したっていうところですね。もしもね、その赤ちゃんとか乳幼児お持ちのお母さんたちから来てっていうことでしたら、そのどこでも行きますよね、マッサージ、タッチトリートメントと言ってるんですけれども、親子でマッサージをしたり、それから夫妻のわらべ歌っていうのがあるんですね。そういうの聞いていただいたりとかしたいと思います。はじめはね、やっぱり皆さん誰も私たちのこと知らないので、どんなこと始まるのかしらというお顔でいらっしゃいましたけど、でも進むにつれてニコニコニコってみんなで、ね、笑ってくださったので、もうそれが一番嬉しいです。で曲の中に皆さんへのメッセージは込めてますので、それを震災応援ソングとかでね、感じていただけたらすごく嬉しいです。辛いことがあってもそれを乗り越える、でこういうような震災みたいな大きなことは自分一人で乗り越えるではなくて、このようにね、お互い様センターとか仲間がいっぱいいますのでね、でそういう方たちと一緒に頑張れるっていうのが一番素晴らしいと思うんですよね。皆さんの変わっていく、もうまん丸な笑顔になっていくのを見させていただいて、とっても幸せです。繰り返し、いつかきっと巡り会うあなたと。